さあ始まりました、 J リーグお決まりチャンネル。今回は私しおる一人でお届けします。よろしくお願いします。さて今回は7月10日に行われた明治安田生命 J1 リーグ2022シーズン第21節、名古屋グランパス VS 清水エスパルスの試合を解説します。解説といっても名古屋ファンの僕の目線からの解説で、ファン同士でワイワイと楽しむようなものとなってますので、皆さんにも気軽に楽しんでいただけたらなと思います。では今回は試合の流れを追いながら気になった点について少し話そうかなと思います。まずはメンバーとフォーメーション。名古屋のフォーメーションはいつも通りの352、出場停止の藤井に代わって川面がリーグ初先発で3バックの左に、普段左センターバックを務める丸山が中央となりました。また怪我人やコロナの影響もあってか、二種登録されたばかりの高校2年生木田涼河がベンチ入りとなりました。真夏の連戦の中、厳しい台所事情といったところです。一方の清水は 4-4-2、 前節の神戸戦と全く同じ11人の起用でした。鈴木唯人選手が怪我からの復帰との噂もありましたが、この試合はベンチ外となりました。この試合の流れとしては、前半立ち上がりから互いに積極的に試合に入り、互いにチャンスを作りましたが互いに決められませんでした。ここ数試合、シーズン序盤にはシュートが打てそうなシーンでもあまりシュートのなかったレオシルバに惜しいミドルが増えていて、もういつ決まってもおかしくなさそうな感じがしています。シュートを見せればまたパスも取りやすくなるでしょうし、この傾向は悪い傾向ではないと信じたいなと思います。その後名古屋はしっかりとブロックを形成し、清水に決定機を作らせず、奪ってからのカウンターでゴールを伺いましたが決めきることができません。すると前半38分、清水にカウンターから最後に志澤選手に決められてしまい失点してしまいました。このシーンでは森下がいい切り替えでランニングしてフリーでのクロスだっただけに、名古屋の多くの選手の意識が清水ゴールに向いていて、実際に名古屋の選手はクロスを上げた森下と相馬がワイドで高い位置を取り、クロスに3人が飛び込んでいて、逆に清水の選手は攻め残り的な感じで高めの位置に選手が残っていて、そのぽっかり空いた空間に権田選手がパンチングして清水のカウンターとなってしまいました。この失点シーン以外にも、権田選手がキャッチした時に早いリスタートでカウンターを狙っているというシーンはこの試合でも他に見られました。名古屋がしっかりとブロックを敷いた状態で崩すということはそう容易でないことに加え、名古屋の3バックでの戦術、攻撃の部分がある程度成熟してきた部分があり、攻撃時にはサイドのセンターバックも攻撃に参加して分厚い攻撃を見せる反面、守備は手薄になることを狙ってのカウンターは清水がチーム全体の共通の意図として持っていたのかなと感じました。こういったシーンでは、今回は出場停止だった藤井が抜け出したカルリニオスジュニオのところにカバーに出てきてスローインに逃げたりコーナーにしたりと攻撃の目を潰していることも多く、藤井の成長をその不在によって感じさせられてしまいました。前半はこのまま0対1で終了。後半に入りまた立ち上がり、決定機を互いに迎えるも決めきることができず、後半はボールを奪いに行く名古屋に対してチアゴサンタナ選手が地上戦でも空中戦でもその強さを発揮して起点となり、名古屋はなかなか効果的にボールを奪えません。すると名古屋は選手交代で柿谷に変えて内田、先頭に変えて阿部を投入。交代した柿谷と先頭に関してですが、柿谷はここ数試合チャンスに絡む数も増えてきてあと一歩といったところでありますが、なかなかゴールは遠いといった感じ。先頭に関しては相馬にパスが入った時に相手ディフェンスが縦を切ることがこの試合では多く、先頭が斜めに走ってディフェンダーの背後を狙うことで中央のスペースを分けて相馬が中にドリブルで逃げるコースを作ったり、相馬から少し離れて横パスを受けて逆サイドに展開したりと目立たずも効果的なプレーはありましたが、先頭らしい決定的なパスといったものは少なく、先頭に関しても物足りない試合が続いてしまっています。どちらの選手も実力が十分にあることは分かっているだけに、見ている我々としても歯がゆい思いでいっぱいです。この後途中出場で入った阿部や内田が関わってチャンスも作りましたがゴールは遠く、終盤には中谷を前線に入れてパワープレーを仕掛けますがカウンターを阻止した吉田豊が一発レッド、アディショナルタイムには試合を決定づける2点目を決められてしまい試合終了。最下位に沈んでいた清水に対して厳しい敗戦となってしまいました。ということで今回は明治安田生命 J1 リーグ2022シーズン第21節、名古屋グランパス VS 清水エスパルスの試合を解説しました。試合内容がものすごく悪かったというわけではないと思うのですが、特に結果が求められる試合での敗戦、悔しい思いをしているファミリーも多いかと思います。私もその一人ではありますが、切り替えて次の試合に挑むしかありません。さて次の試合は7月16日土曜日ということで、今回は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。